船首は、船の前の部分のこと。あるいは、と書いて、表とも言う。特に先端部は、舳先と呼ばれる。軍艦の場合は、かんしゅとも。英語のBowは、帆走艦船時代の船首が、弓のような形状だったことに由来する。船首船が効率よく、水を切って、進むためには、船首の適切な設計が必要になる。船首が水を切ると水面には、波が立つため、船首の設計は主に波を立てることによって起きる、抵抗、つまり、造波抵抗を最小にすることに主眼が置かれ、加えて漂流物等の衝突や波の衝撃に、対しても十分な強度が要求される。多くの船では、せんしゅ楼と呼ばれる、上甲板上の構築物を備えている。バルバスバウは、船首の起こす波を打ち消すため、造波抵抗が小さくなる。アックス、ボウ、リアジ、ボウ、ホエールバックボウは、波から受ける抵抗が小さく、波浪中での船速低下が少ない。実海域でのシーマージンが小さい。船体が、波と衝突するときに受けるパウンディングやスラミング、シンケージや、バウダイビング時のパンティングなどの外力に対して、十分な構造強度が要求されるため、21世紀、現在の鋼鉄船は、ブレストフックと呼ばれる、船首中板や、サイドストリンガーという船側立て材、パンティングストリンガー棒しおり立て材などが、船首内部から支え、船首最前部は、ファッションプレートと呼ばれる丸みを持った、鋼鉄板で、さらに補強されている。これらの部材によって船首は、船体の中でも最も強く作られている。船首は複雑な曲面で構成されることが多く、熟練作業員の手作業によって一枚の平鋼板を加熱し冷却しながら力を加えて、所定の形にする、しおり鉄と呼ばれる高度な技術が必要であり、一連のしおり鉄により加工された鋼板を接合することで、船首が製造される。船首の形状にはその船が作られた時代の造船技術が如実に現れ、船首の傾斜によって造船時期がわかるものがある。20世紀初頭の鋼鉄船黎明期には下部ほど前に、傾斜した船と水面に対して垂直なもの、上部が前に傾斜しているものが混在した時期があったが、20世紀の中頃からは上部が前に傾斜した。現代の形に落ち着いていった。バルバスバウが広がり出すと、大型船ではほとんどすべてが、独特の形状のバルバスバウを備えるようになった。21世紀になってからは、高速船では船首を鋭くし、低速船では、球体状の広い船首を持っている。また、シアーと呼ばれる前部の管舷、つまり、水面から上甲板までの高さが高くなっている船も、あり、その傾きは、船首や国籍によっても異なるため、これも、各国独特のスタイルを作り出している。航海の安全を願って、バウスプリットの根元から、船首付近に、船首像という装飾彫像が取り付けられることがある。モチーフは、女神が多いが、鮮明になぞらえた形状にする船もある。ウィキメディアコモンズには、船首像に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。